キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあドラフト戦略最後は読売ジャイアンツ、はい、リーグ優勝しましてね、はい、まあ、今年のドラフトで、うん、今年のドラフト、まあ、昨年はね西舘、森田、はい、佐々木、水口、又木っていうところでね、はい、まあ西舘もどうするんだろうね、先発なのかな、リリーフなのかな、来年ね、どっちなんでしょうね、うん、そこによってまた大きくね、うん、戦略が変わっていくんちゃうかなっていうところもあるけどね、うん、はい、で野手考えよ、キャッチャーは、はい、うん、岸田大城、はい、で根山瀬もいると、まあ高校生のキャッチャーとってもいいけどね、うん、まあ、育成とかいっぱいいるけど、ね、大城も32歳、岸田29歳、うん、高校生のキャッチャーとってもいいね、山瀬24歳だけど、まあ大卒でもキャッチャーとってもいいかもわかんないね、一人ね、はい、ファーストがもう岡本でしょ、うん、セカンド吉川も安泰でしょ、はい、サードも坂本もな、もう来年37やから、はい、まあ、次、まあでも岡本がサード守ってファースト外国人もありえるしね、はい、で外野が浅野がね、まあいい感じになってきて、はい、でまあオコエ、岡田、萩尾いて、外野はいるな、そうですね、ちょっと数少ない感じしますね、まあ、外国人を抑えるとしても、うん、まあ、若手の、ね、選手は取っといてもいいかなっていうところもあるし、丸、うん、選手もだいぶ上ですもんね、うん、来年36歳だからね、そっか、うん、まあ、野手もいるっちゃいるよね、うん、萩尾、岡田とかがもっと出てこなきゃいけないんだけどね、あと秋広ね、うん、オコエ選手最近頑張ってますよね、でも若い世代はちょっと外野がいないからね、うん、外野はいるかな、そうですね、でも1位はピッチャーかな、菅野、戸郷、うん、ね、で山崎伊織、うん、で井上春とかね、はい、よくなってきて、でグリフィンね、うん、横川投手とかは先発するんですかね、赤星も横川も同じような感じだもんね、うんうん、ピッチャーか、ピッチャーでしょ、ね、ピッチャーですか、うん、1位はやっぱいいの行くんちゃう、うん、西舘をどうするかだよね、うん、先発なのかリリーフなのか、やっぱ左おらへんしな、はい、金丸っちゃん行くんちゃう、金丸っちゃいますか、あ、金丸っちゃうん、うん、ちゃう、うん、ねえ、うん、左おらへんもんな、うん、金丸やな、うん、行くな、ここはもうジャイアンツはもう行くよな、はい、ここはね、うん、行くしかないよね、俺キャッチャーもやっぱり取っといた方がいいと思うんだよね、もうそしたらあそこじゃないですか、インデ太一、うん、早稲田大学、早稲田大学どう、うん、3位ぐらいでいいと思います、ね、だピッチャーバンバン行くんちゃう、もうピッチャー中心で、まあ、野手も高校生の野手欲しいよね、同じようなタイプ多いね、そうです、ね、湯浅、門脇、中山みたいな、うん、土管系欲しいですよね、うん、土管系、うん、その期待できそう、長距離、うん、うん、しかも右ね、右ね、うん、はい、土管系いる、右、もうでもそうなったらもうあれじゃないですか、宇野くん行きたくなっちゃうんじゃないですか、うん、早稲田、うん、早実の宇野くん行ってから早稲田のインデくん、早稲田だらけじゃないですか、うん、渡辺誠也、あ、ね、あ、大正大、うん、西川美翔、ああ、一番早く西川美翔をマークしましたからね、ああそうなんだ、右で高校生だったらやっぱり打力やった石塚くんがやっぱりちょっと抜けてるし、何よし、それかもう長距離砲だったら吉野くん、早稲田、早稲田、俺思い切って1位ピッチャー行くやん、金丸、はい、外したら野手行ってもいいと思うけどね、ああ一番評価の高い野手、もう思い切って外れ1位で、うん、エース級行くけど、はい、ダメだったらもう野手でドーン行ってからの2位3ピッチャー抑えてもいいやと、あ、確かにピッチャーの方が数はいますもんね、確かに野手本当にかわい寂しい下位打線の時あるんですよ、たまに、うん、あるある言えないですけど、うん、俺でも育成に送り込む選手いる、お上位決まってないのに、上位確かにまだ決まってないのに、育成に送り込む、育成、うん、はい、早く言いたいんで育成に送り込む、はいはい、育成3位、3位、3位、増田翔馬、おお、息子、はい、弟ね、弟、うん、育成で、はい、だってお兄ちゃんも育成から這い上がったからね、そうですよ、確かに、もともと小松島高校ね、
徳島だから。徳島そうですね、うん、だからもう本当1位ピッチャー外したらもう野手行って、うん、でピッチャーピッチャー、はい、ピッチャーも即戦力系を、うん、まあ、左が欲しいね、左、うん、左で言ったら児玉くんとか宮原くんとか、うん、まあ別に高校生でもいいんだけどね、高校生、うん、あ、藤田流星あるんちゃう、東海大相模、ああ確かに、相模からの3位で、うん、あ、じゃあちょっと東海大つながりで宮原くんもありますよ。東海大静岡キャンパスですけど、うん、左の即戦力で、うん、そうだね、はい、安藤君とは思われてるよね、時代の安藤君とか小畑さんに教えてもらって選球っていうので、あ、富士大ヤマハの沢山君も結構ね、うん、ここにいてね、うん、評価高いですよ、左で掛け西からなんだっけ、うん、ワンチャン渡辺くん単独1位もいいけどね、うん、外野も欲しいからね、はい、外野守れてサードも守れて右の大砲だったらやっぱ渡辺くんかな、はい、野手をもう思い切って1位で行って思い切って思い切って、うん、もうピッチャーはどうせ来年もいるしな、います、まあな、確かにな、渡辺くんいいかもしれないですね、大正大、うん、金丸と思いきやの、はい、渡辺あるね、うん、で2位3位でピッチャーね、うん、抑えて、確かに残ってますからね、うん、で下位で高校生ね、うん、取っていくって、はい、あ、その手もありですね、ありえるね、うん、まあ、去年がさ大学社会人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 だからさ、うん、高卒取ってないからさ、はい、まあ、高卒もいるやんやっぱり、うん、いりますね、うん、まあ、育成で取ってるっていうのはあるけども、うん、渡辺君ってピッチャーピッチャーの下に野手と高校生、あ、野手とピッチャーの高校生、はい、添えちゃう、うん、あ、できましたね、できましたね、うん、2位とかでもいいピッチャー多分取れると思うんだよね、います、います、今年ね、うん、でさ、1位でさピッチャー行ったところがさ、はい、焦って2位で野手行くやん、はい、スクラグラってきて、うん、だからそしたらピッチャー余るやんな、はい、2位、3位がすぐだからね、はい、そこが、それでいいんちゃう、欲しいピッチャー いきなりもう2人プンプンって取れますもんね、うん、2位で、うん、で、そこにタイプが違ういいピッチャーいっぱいいるからな、うん、本当に多いですよね、うんうん、そのどうなるか分からないで、高校生もいいピッチャーいるしね、面白そうなのがね、はい、社会人にしても、そんな言い方もいますし、うんうん、でキャッチャーは取ってもいいかなって俺は思うから、はい、インデ君ですか、うん、早稲田、早稲田のインデ君か、九州、ちょっと名前そこに載ってます、サード九州共立大のサード、うん、あと中部大の清水君ね、はい、うん、中部大の清水君は確かね、横浜から中日に入った津田君と確かチーム、うん、なんかその感じで大垣日大から、はい、中部大学、うん、ね、吉川も中部だから、はい、中京大、中京大ね、そうです、うん、大卒で左で大砲とかいらないですか、内野、おいいの、おいいの、いいのですよ、なる、まだ出してなかったんですけど、はい、中部学院大学、うん、森翔太郎、うん、はい、183センチ87キロの熊高出身の三塁手なんですけど、うん、本当に紅白に打てて、うん、パワーヒッターなんですよ、うん、ジャイアンツの三木さぬきスカウトが打球が力強く一番一発の期待できるとコメントで欲しいんですよ、うん、おすすめしたい、うん、脇屋さんも見に行ってるんですよ、何君だっけ、森君、森君、中部学院、中部学院の森君、はい、ほか送り込みたいのある、どうですかね、育成でどうですかっていう、人ならやっぱり送り込みたい人いるんですけど、うん、誰、いいですか、うん、私やっぱ茨城県の高校野球番組やってるわけですよ、うんうんうん、茨城県今年なかなかプロ志望届を出す人がいなくて、うんうん、やっぱり大学行くのかなっていう中で一人、うんうん、太田青山高校というところかな、関圭介君、はい、ピッチャーなんです、右ピッチャーです、うん、はい、本当にその多分まだ部活が総部6年目ぐらいだったかな、なので今年初めて県大会1勝した、はい、高校なんですけど、うん、でもその初戦からスカウトが4球団ぐらい見に来るぐらい、うん、まあ、注目はされてるっていう、でもうすでに6種類の変化球自分で試行錯誤したやつって、うん、で球速も1年生の時113キロだったのが32キロアップして今145キロも投げます、うん、で4球団スカウト来てて、スカウトは、まあ、一番は体が強いことだ、うん、あと変化球をまとまっててすごくいい、うん、器用だっていう風に評価しているので、伸びしろはまだまだあると思うんですね、うん、
なのでジャイアンツの育成3位ぐらいで、うん、いかがでしょうか。いいですね、うん、育成で1人取れるのは絶対当たれるんです。お中央大の山田君っていうキャッチャーですよ、うん、多分絶対かかります。中央やから中央やし、うん、二松学舎出身で、うん、ジャイアンツジュニアなんですよ、うん、その時から彼結構有名だったんですけど、うんうん、肩が強くて、うんでまあ、大学でこう結構あんまりそこまで成績残せなかったんですけど、うんまあ、将来性っていう部分で僕は山田君中央でかかると思うんですよね、うん、へえ。ジャイアンツに送り込みたい、ちょっとピッチャーいないですか、ちょっと変則気味右の大型、うん、大和大学の安田君っていうピッチャーいるんですけど、うん、189cm の149キロのバックスのね、うん、右のスリークから投げるピッチャーなんですよ、うん、武器はもう本当にカッと曲がるスライダーなんですけど、うん、やっぱ奪三振率も高くて、まあ、ただやっぱり制球力っていう部分では、うん、あのまだまだ、うん、あの課題はあるんですけど、うん、奪三振率が 14.73 と、うん、防御率 1.23 っていうことで、うん、ここの子は育成で、うん、とっても面白いんじゃないかと、ジャイアンツに送り込みです。はい、俺一歩間違ったら、うん、1位石塚雄星あるんちゃう。あ石塚やっぱ坂本も岡本も高卒やん、はい、こっちの高卒。あもう大卒じゃなくて高卒で、うん、結構ジャイアンツのスーパースターの人高卒多いからね。確かにな、確かに確かに、うん、石塚がすごいっすよ、うん、の方行く可能性もあるよ、うん、一本釣りで、ね、それこそ石塚まあそんな急務ではないやん、うんうんうん、今すぐ、うん、まだ2年ぐらい猶予あるやん、はい、2、3年の、うん、ってなった時に石塚君をそれで2、3年で坂本とかみたいに育てて、はいうん、パンみたいな、まあ、確かに次期後継者作るとしたら石塚君いいかもしれないですね、うんうんうん、面白いと思います、うんね、の可能性もあるよね、はい、いや大正大行きましょうよそっちにする。そっちにする。そっちにするとか。そっちにする。俺全く関係ない。勝手に。勝手に想像で。そうですね。だからもう思い切って野手でもいいかもわかんないよね。一、ね、位。はい。一本釣りでみたいな。うん。やっぱ外れ一位になっちゃうと、はい、もう一回競合の可能性もあるから。うん、確かに。うん。で2位3位でピッチャーみたいな。うん、でキャッチャーは一人取っといてもいいかなっていう。はい。うん。わあいいんじゃないですか。ね。いいね。ありえるよね。ありえますね。うん、まあ結果はね、はい、当日どうやってるのかね、はい、俺は勝手に言ってないからね、はい、ここからあれですね、我々もう一回作戦会議して1位決め、うん、1位を決める。そうそうそう、これ全部終わったから、あのこれからあの、はい、仮想ドラフトをね、うん、そうなんですよ、うん、俺らが編成するんですよ、編成するから、はい、誰がいいとかもう一回ね、うん、あと抽選してね、はい、勝手に決めるからドラフト2位までね、2位まで決定しますので、うん、皆さんそこね、はい、仮想ドラフト、うん、お楽しみに、お楽しみに、はい